どうも、サツさんでございます。私、サツさん、以前まで YouTube の動画撮影用に、こちらのカメラ使ってました。これ、パナソニックの GH5 っていうミラーレス一眼なんですけど、これね、本当に YouTuber で使ってる方多いんですよ。で、今はじゃあ何を使ってるのかというと、こちらでございます。これ11月1日に発売されたばっかりの、ソニーのミラーレス一眼で、α6600 っていうカメラです。で、このカメラを YouTube 用途でほぼ毎日使って、だいたい3週間経過したので、GH5 から α6600 に乗り換えて、良かった点、悪かった点、これをですね、話していきたいなと思います。で、最初に言っておきたいんですけども、今回の動画で話す内容っていうのは、あくまで俺が YouTube で使う上でどうだったかっていう内容なので、俺ね、別に写真のプロでも映像のプロでもないので、その点をね、踏まえて見てもらえたらなと思います。で、まず一つ目、α6600 のいいところなんですけども、やっぱりこれ、PSC のカメラで、GH5 に比べてセンサーサイズが大きいので、単純にね、映りがいいなと思いました。実は今動画に使ってるカメラも α6600 なんですよ。俺2台買ったんで。で、前まで撮ってた GH5 の映像に比べて、自分でね、編集とかして、結構パソコンの大きい画面で見るんですけども、結構ね、違いますね。特にね、俺の場合は、この撮影してる部屋、部屋の照明がね、そんなに明るくないんですよね。もちろんね、撮影用の照明っていうのはつけてるんですけども、そんなにね、十分な明るさっていう感じでもなくて、GH5 で撮影するときは、この 12mm35mmF2.8 同士のレンズつけて撮影してたんですけど、それで普段の動画は 30fps、で、シャッタースピード60で、ISO 感度ね、だいたい1000ぐらいにして撮ってたんですよね。で、多分ですけど、もっとちゃんと明るさを確保できた部屋とかで GH5 使うと ISO 感度もっと下げられるんで、それだったらもっとね綺麗な映像っていうの撮れると思うんですけども、俺の場合ね若干ザラついた絵になってたんですよね。これが α6600 にしたら全く同じ設定にしても、そのザラついた感じっていうのが全然気にならなくなったんですよ。これは単純にねセンサーサイズ大きいカメラにしたメリットかなと思います。はい。で、続いて α6600 にして良かった点、二つ目なんですけども、ソニーのカメラって、以前からね、オートフォーカスがすごい良いって言われてたんですよ。で、それに対して、このパナソニック GH5、これがどうかというと、もういろんな YouTuber さんたちがたくさんレビューされてるんで、GH5 これから購入しようと思ってる方も分かってるんじゃないかと思うんですけど、オートフォーカスね、全然良くないんですよね。まあ、全然良くないっていうか、発売当初が本当に悪かったんですけど、それがファームウェアアップデートで改善されたんですよ、ある程度。で、俺がこうやって部屋で撮影してて、物撮りとかで使ってたんですけども、大体ね、ピント合ってくれるんだけど、時々ね、すごい合わないことがあるんですよね。これがスムーズに撮影が進まない原因にもなるんで、うん、ちょっとね、良くないかなっていう感じだったんですよね。で、この GH5 の派生モデルの GH5S っていうのもあるんですけど、俺それも持ってて、そっちだとね、若干オートフォーカス良くなってるんですけど、それよりも、α6600 の方がいいかなと思います。すごい早いし、正確なんですよね。この α6600 っていうか、多分ソニーのカメラ全般なんだと思うんですけど、このオートフォーカスの精度っていうのはすごいいいと思います。はい。続いて α6600 使って良かった点3つ目なんですけども、この α6600 の旧モデルの α6500 とか、下位モデルの α6400 とは採用されてるバッテリーがね、違うんですよ。この α6600 に今使ってるバッテリーっていうのが、こちらですね。これね、NP-FZ100 っていうバッテリーで、実は α7-3 とか α9 とか、ソニーのフルサイズミラーレスに採用されてるバッテリーと同じものなんですよ。しかも、センサーが小さいんで、多分消費電力もこっちの方が少ないんでしょうね。フルサイズ機よりも長時間使うことができます。で、ソニー公式サイトでスペック確認してみると、フル充電から連続動画撮影時間が240分という風になってるんですよ。これね、すごい長いと思うんですよね。確か α6400 に比べてだいたい2倍ぐらいだったと思うんですよ。で、それに対してこの GH5 はですね、すごいバッテリーの持ちが悪いんですよ。普通に動画撮影してて、30分1時間とか連続で回してると、もう不安になってくるぐらいね、すぐバッテリーなくなっちゃうんで、替えのバッテリーっていうのがね、どうしても必須だったんですけど、こっちだったらね、もう本当にバッテリーの減りっていうのが気にならないですね。むしろね、このカメラだったら、バッテリーフル充電の状態から、俺の場合は YouTube の動画2、3本ぐらい撮れちゃうぐらい持ちますね。っていうのと、これ右上見てもらいたいんですけど、これバッテリーの残量表示がパーセント表示なんですよ。これあと 58% って書いてるんですけど、で、GH5 とか GH5S はバッテリーがね、この4段階表示になってるんで、その点もこの α6600 の方がいいなと思います。
はい、続いて α6600 使って良かった点4つ目なんですけども、やっぱりねこのカメラも見てわかる通り、ボディのサイズが本当にねコンパクトなんですよ。ちょっと使ってるレンズのせいで上から見た長さっていうのはこっちの方があるんですけど、このボディだけで見ると結構ね違いあるのわかるんじゃないかと思います。はい、真後ろから見るとこんな感じですね。結構違いますよね。実はこれボディの重さも結構違いがあって、この α6600 はこのレンズを含まない重さですね、バッテリーと SD カード入った状態で 503g です。でこっちの GH5 も同じくレンズを含まずにバッテリーと SD カード入った状態で 725g なんですよね。この GH5 からこの α6600 に乗り換えて使ってみて、本当にね写りもいいし、でこんだけコンパクトで軽いっていうのはかなりねいいんじゃないかと思います。持ち運びのねストレスっていうのが少なくなると思います。まあどうしても APS-C なんでレンズっていうのはマイクロフォーサスに比べてちょっとでかくなりがちですけど、使うレンズによってはね結構持ち運びもいけるんじゃないかなと思います。はい、ということでここまでがこの α6600 使ってみて良かった点なんですけども、ここからね実際に使ってちょっといまいちだなっていう風に思った点も話していきたいと思います。じゃあまずいまいちな点一つ目なんですけども、こうやってね普通に自撮りしてる分にはやっぱりねこういう180度チルトのモニターよりもこのバリアングルの方が使いやすいなと思います。まあ、使いやすいっていうかね、バリアングルだとこうやって開いて、で上にマイクをこうやって乗っけても、はい、こういう感じになるんで外部マイク使いながら映りっていうのも確認可能なんですよ。でも α6600 だと外部マイク乗っけちゃうとこういうことになってしまうんですよね。これだとね全然180度チルトの、意味がなくなっちゃうんですよ。まあ、内蔵マイクは GH5 よりもこっちの方がいいんで、そこまでねこだわらない人は内蔵マイクでもいいのかもしれないんですけど、ちょっと音にもこだわりたいっていう風になったらやっぱりね外部マイク使いたいと思うんで、で α6400 もね同じ問題があるんですけども、α6400 の時はホットシューのとこになんかブラケットみたいなやつが出てて、多分スモールリグとかその辺のメーカーだったと思うんですけど、それを使うことによってこのマイクの位置をこういう感じにしたりとか、こういう感じにしたりとか、こうずらすことができるんですよね。まあ、なのでそういうブラケットっていうのを使えば一応解決はできるんですけども、やっぱり動画用途で言うとバリアングルの方がいいのかなとは思います。はい、続いて α6600 いまいちな点2つ目なんですけど、これねまた背面モニターの問題です。どういう点がいまいちなのかというと、メニュー画面とかね見比べるとちょっとわかるんじゃないかと思うんですけども、あ、動画だとやっぱちょっとわかんないかもしれないな。これがですね α6600 の、メニュー画面なんですよね。でそれに対して、GH5 のメニュー画面がこっちなんですよ。これね文字とかよーく見るとわかるんですけど、ちょっとね α6600 は荒いんですよね、モニターが。この α6600 の背面モニターのドット数が921600ドットなんですよ。でそれに対してこの GH5 はですね背面モニター162万ドットなんですよね。今のねメニュー画面の比較ではちょっと分かりにくかったと思うんですけど、単純にねメニューの画面が荒いっていうなら分かるんですけど、どういう風に映ってるのか見るときもやっぱりねこっちの方がね映りっていうのが分かりやすいので、もともとソニーの背面液晶が若干荒いやつ使ってるんだったらいいかもしれないですけど、パナソニックの GH5 とかそういうのから乗り換えると、ちょっとね荒さ感じるなっていう風に思います。はい、続いて α6600 のいまいちな点3つ目なんですけども、これね α6600 が出る前にこの買いモデルの α6400 というのが出てて、 α6400 も自撮りできて動画の連続撮影の30分という縛りがなくて、 YouTuber 結構買ったんですけど、α6600 はそれに加えて手ブレ補正がついたんですよね。で俺はねやっぱ手ブレ補正欲しいなと思ったんで、α6400 出た時買わずに手ブレ補正ついてこっちを買ったんですけども、この α6600 の動画での手ブレ補正っていうのはそんなに効かなかったですね。この GH5 の手ブレがねもうすごい効くんですよ。以前ね動画での手ブレ補正の比較検証っていうのもアップしてるんで、そちらをね見ていただければわかるんですけども、こっちの方がね本当に全然いいです。もう GH5 に比べたらα6600 本当に手ブレ補正オンになってるみたいな、ちょっと疑いたくなるぐらいの差があるんですよね。俺はこの α6600 YouTube の撮影だけじゃなくて、ブログの写真撮影にも使ってるんですけど、写真で使う分には手ブレ補正十分かなと思うんですけども、動画撮影用途で手ブレ補正に期待して買うんだったら、ちょっとあんまりおすすめできないかなと思います。
はい、じゃあ最後 α6600 のいまいちなポイント4つ目なんですけども、この α6600 は APS-C 機のフラッグシップモデルとして発売されたんですけど、これね SD カードスロットが1つなんですよね。でそれに対してこの GH5 は SD カードスロットが今はね1つしか入れてないんですけど2つついてます、スロット。でこれ2つあることによって、例えばね、動画撮影してて1つの SD カード満帆になったら、2つ目の SD カードに自動的に切り替わるように設定できたりとか、もしくは2枚の SD カードに両方同じファイルっていうのを記録したりとかもできるんで、それによってね撮影中に SD カードを万が一破損したりしても、もう一つに、同じ映像とか写真が記録されてるっていう風な使い方できるんですよね。なのでこうプロの方とか、あと仕事で使いたいっていう方には、やっぱり、ね、こっちの方が安心感あると思うんですよ。俺ねこの α6600 を開封した時に、別にね俺の場合は SD カードスロット一つでも全然気にしないっていう風に言ったんですけど、その後ね使ってて一回に SD カード認識されなくなった時があったんですよね。でその時はちょうど重要なデータっていうのがなかったんで、全然問題なくて、でその後 SD カードフォーマットしたら直ったから別にいいっちゃいいんですけど、やっぱりねその一件があってからちょっと怖いなっていう風に思いました。ソニーのフルサイズ機はね SD カード2枚入れられるようになってるみたいなんですけど、この α6600 も一応ね APS のフラッグシップとして出たモデルなんで、できればね SD カード2枚あった方がまあ安心感はあったかなと思います。はい、ということで以上がこの α6600 使ってみて良かった点と、いまいちな点でございました。でね、これから YouTube のためにこういうカメラ買おうと思ってる方で、α6600 と α6400 で迷ってる方もいると思うんですよね。で、俺 α6400 は持ってないんですけども、使ってるセンサーはね、確か同じはずで、で大きな違いっていうのが、この α6600 は動画撮影中のリアルタイム瞳 AF っていうのが使えるっていうのと、カスタムボタンですね、これがね α6600 の方が、多い。で動画ではいまいちなんですけど、手ブレ補正も入ってて、あとバッテリーの容量が大きいんですよね。でそれでだいたいね値段が5万円ぐらい違うのかな。 Amazon で今見てみると α6600 が15万3000円です。で α6400 が10万7678円という風になってるんで、その違いでその価格差をどう見るかっていうことかなと思います。個人的にはね α6600 を買って全然ね後悔っていうのはないんですけど、 α6600 と α6400 は USB 給電対応してるんで、屋外で撮影しないっていうんだったらあまりねバッテリーの違いっていうのも関係ないし、手持ちでね動画撮影とかしないんだったら手ブレ補正も関係ないんで、まあ、コスパ重視で α6400 選ぶっていうのも俺は全然ありかなと思いました。はい、という感じであくまで俺がね、普段このカメラ使ってる用途での話だったんですけども、皆さんのね参考になれば幸いでございます。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。